はい、皆さんおはようございます。彦川太郎のゴム手です。昨日の晩ね、グラデーションウールの靴下を使って、一目ゴム編み止めのやり方を解説しようと思ってね、動画作成して、アップロードしてみたんですけれども、私的にはこれはいかんなという結果になってしまいました。まあ、一つにはね、毛糸の性質上ね、表面がモケモケしすぎていて目が見にくいということ、あとね、色も少し分かりにくかったですよね。多少のグラデーションはあるんですけれども、もうほとんど同系色の色でね、ほとんど同系色で編み地とそれから閉じるところ両方ね、こうやってやってしまったもんでね、非常に見ていて分かりにくい動画になっちゃったなっていうふうに私思ったんですよね。はい、ですのでこれで終わりっていうわけではなくって、もうちょっと工夫してね、いろいろ工夫してもうちょっと分かりやすい、で初めて一目ゴム編み止めをねやるわっていう方でもね、その動画を見ながら真似してできるっていうぐらいね、できたらやりたいなというふうに思ってるんですね。でもあんまりね、高望みしても自分の能力を超えることは、ね、できないので、あまり大きなことは言えないんですけれども、ちょっと自分的にも残念な動画になっちゃったな。もうね、時間なくって、いや、言い訳したらいかん、時間は作るものなので言い訳したらあかんのですけれども、自分でできるのと、それを見て人ができるっていうのとはまた全然違うんだなっていうのを思い知った動画になりました。これを反省点として、もうちょっとね、工夫、いろいろ工夫をして分かりやすい動画ね、作っていけるように頑張りたいなというふうに思っています。で、画角からもね、いつもこう見切れてしまうんですよね。自分が見ているものと画面に映っているものがこうズレがあるんですね。なのでそこももう少し修正していかないといけないなという反省点があります。はい、ですので今後ね、もっともっと良くしていこうという気持ちはありますので、どうぞ皆さん見捨てないでっていう気持ちでおります。はい、ね、こちら今日の本題なんですけれども、グラデーションウールの首元に巻くものですね、1枚編み上がりました。で、これのね、工夫点としましては、これで分かりますかね。ここにね、ボタンを通すための穴を開けてみたんですね。はい、でまだボタン自体はつけてないんですけれども、反対側の編み地のところにボタンをねつけて、で、まあ、こういう風にしてボタンを通せるようにしたり、でまた編み地のね、途中のところにこうボタンをつけて、編み地をこうクロスさせてもいいですよね。編み地をクロスさせて、そのボタンでこう固定したり、ちょっとね、大きめのボタンでもいいですよね。大きめのボタンにこう通して、こういうようにしてね、ちょっと編み地がプランとしても可愛いかなと思うんですけれども、一つのボタンでこうたっぷりするけれども一重のスヌードみたいに使ってもいいかなと。でこう端っこの部分でボタンをつけるとしたら、まあ、二重巻きにするようにしてもいいかなとか、いろいろね、そのボタンの付け方で巻き方が変えられるっていうように工夫しようかなというふうに思っています。今この編み地に合うようなボタンが手元にすぐに見当たらなかったもんですからね、また買ってきて、でつけてからもう一度ご紹介しようかなと思っております。トルソーさんにね、着せつけてね、こんな巻き方できます、あんな巻き方できますっていうようにね、ご紹介できたら面白いかなと思っております。オパールの水の世界のショーレットを見ながらちょっと雑談していこうかなと思います。はい、なんで時間がなかったのかというの一つね、昨日アスカ村に行ってきました。でね、何しに行ったかというと、パフェ食べに行ったんですね。動画内でも何度か登場しているお友達がね、アスカに美味しいパフェのお店があったから食べに行こうっていうことでね、誘ってくださったんですよね。で、画像を見てたらものすごい大きなね、栗のモンブランのパフェとかね、
なんだあの季節のフルーツを使ったねパフェ、柿とかイチジクとか、なんかすっごいね美味しそうに見えたんですよね。でしばらくパフェなんて食べてないですので、あ行く行くっていうことで喜んで行ってきたんですけれども、うん、そこで一つオチがありましてね、なんとなんとです、お店ね10時からオープンするっていうことで、まあ、それに間に合うように行ったわけなんですけれども、10時からオープンするのはランチの方で、まあ、これ予約、うん、必要みたいな感じだったんですね。でパフェが食べられるのは2時からだったんです。カフェの方のオープンが2時オープンということで、まだねあの準備できてないということだったんですよね。なので食べられずに帰ってきました。何しに行ったんやって感じなんですけれども、ね、なんか口がねもうパフェの口になってるわけなんですよ、ね、あのどうする、途中で違うお店に寄って食べて帰るなんてなってたんですけれども、さあじゃあフルーツ有名なお店やからそこのところ別のお店やけれども寄って帰ろうかってなったんですけど、定休日だったんですよね。なんかかなりあー残念って感じで、じゃあコメダコーヒー行くってなったら、なんかコメダも違うよなって、コメダコーヒーもちろん美味しいんですけれども、一回行ってね白のワールかなんかいうの食べて、まあ、その時初めて食べたんですけど、いや美味しいなとは思ったんですけど、いや甘けりゃいいってもんじゃないんですよ、違うんですよね、じゃないんですよね口がね。でもいやいいって、この微妙な気持ちを満たせるのは、うん、そこのパフェしかないと思って、まあ、とりあえず帰ったわけなんですよね。どうしてもね1時に先約の予定が入ってましたので、それまでに帰らないといけなくて帰ったんですけれども、何も収穫なしに帰ったんかっていうとそういうわけでもなくって、今ここに映ってますけどね、はい、飛鳥村の、剣越塚古墳、それから、越塚帝古墳っていうのねあるんですけど、これ見に行ってきました。でね、今こういう風に墳丘が、再現されて、白いね八角形の古墳の形がね再現されてね、あの丘の上にそびえ立ってるわけなんですよね。これを見てきたんですよ。実はね私大学時代に歴史学勉強してましてね、この八角形の古墳っていうのを研究してたんです。でこの八角形の古墳っていうのは全国的にはほとんど知られてないんじゃないかなと思うんですけれども、実は7世紀中頃以降の終末期、古墳時代のもう終末期に差し掛かる頃、いわゆる天皇家の墓として築造されるようになったのがこの八角形の古墳なんですね。ここの古墳のことも、まあ、論文に書きましたし、この辺り一帯にある八角形の古墳についてね全て網羅して研究していましたので、もうぜひともね見に行きたい見に行きたいと思ってたんですけれども、なかなか家から出られなくって行けてなかったんですよね。だからこれ行けただけでもね、ものすごいなんて言ったらいいでしょう、私的には大きな喜び、はい一つ大きな満足度っていうのがありました。でね、ここの剣越塚古墳っていうのね、この剣越っていう字あるんですけどね、剣牛の子って書いてるんですけど、これ何かっていうと朝顔のことなんですよね。なのでこう朝顔のイラストがこう入ってるんですけれども、この剣越塚っていうのは朝顔のことって言ってますけれども、古墳が見える丘の麓のところにね、こうやって一面に朝顔が咲く朝顔の丘っていうところが作られていました。もうこの朝顔を見るだけでもね、ちょっと一見の価値あるかなと思います。もう秋も深まってきた頃でしたけれども、朝顔また咲いていました。これねパンフレットの内側なんですね。でなんでパンフレットで説明するかっていうと、実は飛鳥村っていうのは YouTube 撮影禁止なんです。許可を取ればいいのかもしれないんですけれども、いわゆる YouTube っていうのは収益に関わるものですよね。
で、そこでやっぱり YouTuber たちのモラルとかマナーみたいなものも影響してくるんですけれども、言ったらよそのお家の敷地内に入ったりとか、入ったらいけない場所にね踏み込んで撮影したりっていうようなことがよくありますよね、聞きますよね。例えば心霊系の YouTuber が廃墟に無断で入り込んで、そこで荒らして帰ってくるとか、失火ですよね、ちょっと火事ぼやを出してしまうとかね、実際まだ管理されている神社なのに廃神社だと思い込んで入って荒らして帰ってくるとか、そういうふうなことちょっと聞きますよね。そういうことがこれまでにもあったらしくて、飛鳥村ではなので YouTube は撮影禁止になってるんです。だからね、撮影はできなかったんですけれどもね、パンフレットがありましたので一部いただいて帰りましてね、これを見て説明できたらいいかなと思いまして、で私的にも、飛鳥村とかこういう古墳史跡のある場所はもうとてもとても貴重な場所だと思ってます。日本の宝だと思っています。飛鳥村だけの問題じゃなくてね、なので絶対荒らしたらいけないと思いますし、ここの古墳のところでね、ちゃんと手を合わせてお参りさせていただいてきました。ですので、もしこの動画をご覧になって見に行ってみようって思われる方があったとしても、決して荒らすようなことはなさらないようにどうぞよろしくお願いします。もしね、ポイ捨てのゴミなんかがあったら、まずないですけれども、ポイ捨てのゴミなんかが目についたらちょっと拾って帰ってやろうかなぐらいの感じでしていただけたらいいかなと思います。でまた私もね、よくこういうところへお参り行くときにお供え物としてお酒持って行ったりするんですよね。お供えにちょっと瓶にね、のしかけたりなんかして、もう出先で買ってかけられない場合もありますけれども、そういうものを持って行ったりすることあるんですけれど、置いて帰らずに必ずお参りして手を合わせたら、その後引き上げて持って帰ってくるようにしたらいいと思います。お菓子なんかもそうです。そこで置いて帰るとカラスが集まったりゴミになったりしますので、決して置いて帰らず、残して帰っていいのは足跡と、取って帰っていいのは自分たちの個人的に使うスナップ写真だけっていうようにした方がいいかなと思っております。あとは思い出ですよね。いい思い出を持って帰れるようにしたらいいかなと思います。どっかの観光大使みたいなこと言ってますけどね、実際ね、本当に愛する場所なので、はい。でね、ここの古墳のこと喋りたいんですよ。もうすっごい大好きな古墳なのでね、多分八角形墳の中でも1番2番っていうぐらい好きな古墳なんですね。でなぜこれ私が好きな古墳なのかというと、話が長いのでね、ちょっと別動画にしてしまいます。古墳のこと話し始めるとね、止まらなくなっちゃうんですね。なので古墳の内容に関してはまた別の動画で詳しく楽しくおしゃべりしたいなと思います。イキシナの車の中でね、連れて行ってくれたお友達がちょっとお化けさんが見える人なんですけれども、見えるようになったきっかけみたいなお話をね教えてくれましたんでね、そちらも一つ動画作れたらいいかなと思います。ただちょっと音声があまり良くないので、どうしようかなって今考えているところなんですけど、もしかしたらその時の音声そのまま使うのではなくって、私がもう一度ねその話を要約して、こういう話だったっていう風に私の言葉で語るかもしれないです。もしくは、お友達の方の時間が合えば、もう一度ね、ちょっと落ち着いた環境で喋ってもらって、録画するかもしれないです。ちょっと面白いね、くすって笑えるようなお話もあったので、くすっとばっかりではないんですけれども、やっぱり、若干怖いお話の部分もあるのでね、怖いとか、もしくは、ちょっと、かわいそうっていう部分もあるので、あともう表現が難しいんですけれども、別動画として撮れたらいいかなと思っています。はい、では今日はここまでにしたいと思います。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いします。
ではまた明日。